日光線、日光線、日光線は、栃木県宇都宮市の宇都宮駅と、同県日光市の日光駅を結ぶ、東日本旅客鉄道、JR 東日本の鉄道路線、地方交通線である。日光線は、栃木県の県庁所在地宇都宮と、国際観光都市日光を結ぶ、近郊路線で、全区間単線である。主な利用者層は、日光市いまいち、 鹿沼方面から宇都宮市内に向かう通勤、通学客であり、平日朝ラッシュ時登りの宇都宮行列車は特に、鹿沼駅宇都宮駅間で前日の利用者により、激しく混雑する。2010年3月13日のダイヤ改正では、2両編成で運用されていた列車の一部が4両編成以上のように変更された。歴史的には、 明治時代の開国と共にその景観の美しさから世界的に知られていた日光には親とい外国人を中心とする西洋圏の富裕層が頻繁に訪れるようになり当選開業間もない1893年明治26年には日本を訪れたオーストリア皇室のフランツ・フェルディナンと大公が上野駅日光駅間の日本鉄道を利用して日光を訪問している 2009年3月からは、日光線開業120周年記念事業の一環として、列車外装に西洋風レトロ調エンブレムを施し、列車内の案内表示には、英文、中文、ハングルなどを併記しているほか、駅設備も洋風レトロ調に合わせた装飾とし、英文案内や案内スタッフの配置などにより、乗り換え案内を充実させ、 日本国外からの観光客を意識した設備が整えられている。大宮支社では各駅、同社車両内に日光イズ日本のキャッチフレーズを付して日光線を走っていた車両107系電車や日光型157系電車の写真を配したポスター釣り広告を掲示するなど日本国内からの観光客の誘客にも力が入れられている。週末には 日本国内のリゾートホテルの先駆けとなった日光、金谷ホテル、当時は金谷家庭寺院や世界遺産の日光東照宮、他日光林王寺、日光二良山の上社、奥日光の日光自然博物館などとタイアップして日光学講座を開講し、日光線の利用促進を図っている。2008年3月15日から旅客営業規則の定める。 大都市近郊区間の東京近郊区間及び IC 乗車カード、スイカの首都圏エリアに含まれている。全区間が大宮支社の管轄となっている。全線にわたり長大な橋梁、トンネルはなく日光に向かうにつれ標高を増す。鹿沼駅日光駅間では最大25%パーミルの勾配も存在する。宇都宮駅を出た日光線列車はしばらく宇都宮線、 東北本線と並行して進み、田川を渡ったところで西側にカーブして、宇都宮線の線路と分かれ、宇都宮グランドホテルを周回したから木大地の霧通りを割って、西に進む。この宇都宮駅田川橋梁間は、宇都宮線の副線の西側に日光線の単線が、付設されているため、宇都宮線上り列車と並走することがある。東京街道をくぐって台上に上ると、 南側車窓に、スバル、旧、富士重工業宇都宮製作所の工場群が広がる。太平洋戦争中に、中島飛行機の戦闘機、陸軍4式戦闘機、疾風生産ラインとして、創業、戦後は2002年、平成14年までディーゼル機動車を中心に、鉄道車両の生産も行っていたが、その後は、宇宙、航空事業並びに、 風力発電事業に集約している。スバルに隣接する市営宮原球場を見ながら進んで、東武宇都宮線の高架をくぐると、県立宇都宮高校のグラウンド端部を走って、栃木街道の高架下を進み、鶴田駅に着く。かつて、東武大谷線の軌道線と京弁線が東駅から北に向かって伸び大谷石輸送を行っていたが、戦後の1964年、 昭和三十九年までにすべて廃止された。その後しばらくは、田園風景が広がっていたが、近年は、急速に、新興住宅地として開発が進んでいる。鶴田池を出ると、住宅地の中を進むが旧間を越えると、田園地帯に入り、北側車窓進行方向の林の上に、日光連山が見えてくる。反対側車窓の球場には、国指定史跡の根小屋大遺跡があり、 宇都宮遺跡の広場として公園整備されている。列車は姿川を渡って丘陵地の合間をカーブしながら進み、二連木街道の高架をくぐって霧通しを抜けると車窓北側の見通しが明け、日光連山の山陽が大きく広がる。竹子川を渡って鹿沼市に入るとすぐ東北道をくぐる。鹿沼市木工団地の北側を通り、鹿沼市東部の住宅街を抜けて、 右に大きくカーブを切ると間もなく、鹿沼駅に着く。鹿沼駅のホームは2面3線だが3番線はバリアフリー加工時に伴い廃止された。駅表の路線カラーは緑色となっている。鹿沼市市街地には JR 鹿沼駅と東武鉄道の新鹿沼駅があるが、JR 鹿沼駅が市街地東部の黒川左岸台一条にあるのに対し、新鹿沼駅は、 JR 鹿沼駅の西方約3キロメートルの黒川対岸にあり、周辺は旧日光霊平市街道、二部通り、鹿沼宿である。当初、鹿沼駅は旧市内に作られる計画であったが、現在の位置に決定した。鹿沼駅を出ると霧道しを下って、竹子川沿いの平地部に抜け、やがて上り坂の霧道しを上って台上に上がり、林の中を走行す。時折林間に、 材木工場や農家を、また東側車窓には、小菓子山を見ながら進んで、ふばさみ駅に着く。当線の西側に、日光霊平市街道が並走し、道沿いには、鬱蒼とした日光杉並木が続く。ふばさみ駅を出るとすぐ西側に、大谷市の石倉が見える。この淡い黄緑色を呈する大谷市の石倉や、家べは、宇都宮周辺で広く見られるが、 鉄筋コンクリートが普及する前は、大谷石が鉄道駅ホーム等の構造物として、関東各地で広く利用された。東京周辺の古い駅ホームでは、大谷石のホーム土台を広く見ることができる。列車は、築堤に出て、車窓両側に、ふばさみの住宅地を見ながら進み、家並みが途切れると再び林の中を進み右に、カーブして、道路をぐると再び西側車窓に、 日光連山が見えてくる。そして右側に道路が並走し左にカーブを切りながら進むと間もなく下付大沢駅に着く。駅は二面三線だが三番線は柵が取り付けられ未使用となっている。進行方向東側の車窓に高原山を見ながら下付大沢駅を出る。東側を並走していた道路と一旦別分かれ、林の向こうに 住宅地を見ながら再び東側に道路が並走する。まもなく日光宇都宮道路、そして東部日光線の下をくぐり、平地に出ると農地が広がる。西側に東原中学校を見ながら、左にカーブを切るとまもなく、日光市役所の最寄り駅である、今市駅に着く。今市駅もかつては二面三線だったが、現在は改札ホームの線路は撤去されている。 東武鉄道の海満市駅とは700メートルほど離れている。今市は栃木県内有数の蕎麦ろであり、今市市時代から蕎麦の町として町おこししている。今市駅から下今市駅にかけての通り沿いにも数軒の蕎麦屋がある。今市駅を出た列車は前方に大きくそびえる日光連山に向かって一気に勾配を植えていく。右側車窓にはまず手前に赤 女宝の永宝とその左奥に、大マナコ、小マナコが、また左側車窓には、南大山が、それぞれ見える。右側に、日光杉並木を見ながら、日光街道、国道119号と、しばらく並走し、緩やかに右にカーブを切って、街道をまたぎ東部日光線が右側に接近して、来ると間もなく終点の日光駅に着く。 日光駅もかつては二面三線だったが一線は撤去され2011年現在は二面二線となっている。日光の玄関口としては東武鉄道の東武日光駅に大きく水をあけられているが大正元年春光の駅舎には一等待合室や貴品室があり王子の賑わいが忍ばれる。駅前からは世界遺産の日光二社一時経由で中禅事故。 日光湯本温泉方面、霧降り高原、大笹牧場方面の各方面へ向かう路線バスや、これらの観光地や鬼怒川温泉を周遊する定期、観光バスが発着する。1時間あたり1から2本程度の普通列車のほか、朝夕の通勤、通学時間帯のみ、宇都宮駅か沼駅間の区間列車が設定されている。朝6時台の1本は、宇都宮線。 東北本線小金井発の直通列車となっている。日光16時台発のうち1本は宇都宮で列車番号を変えて、そのまま宇都宮線黒磯に直通する。また、ビューコースター風港やリゾート山鳥を使った臨時列車やクルーズトレイン、トレーンスイート式島の乗り入れもある。2013年3月16日以降は、 すべての列車が2 0 5系6 0 0番台による4両編成での運転となっている。1 0 7、K、が使用されていた前日3月15日までは、全28往復中、半数に当たる14往復が4両編成で、始発や終電と混雑時間帯の4往復が6両編成で、宇都宮駅かる前駅間の区間運転列車4往復を含む10往復が2両編成で、運行されていた。 車両のドアは1年を通じて半自動扱いとなっている。修学旅行シーズンには東京都、神奈川県、埼玉県方面からの修学旅行列車がほぼ毎日運転される。車両には主に185系、大宮総合車両センター所属が充当されている。以前は183系、189系、田町車両センター、または 幕張車両センター所属、さらに以前は155系、165系、167系、田町電車区所属が充当されていた。かつては、東京方面と日光を結ぶ、主要経路として、優等列車が頻繁に運行されており、現在も修学旅行列車や団体臨時列車といった、長編成の列車が乗り入れてくるため、全駅に行き違い施設があり、 適したホーム有効長が確保されている。日光線で定期運用されている車両は以下の通り。かつて日光線で定期運用されていた車両は以下の通り。塗装のリニューアルに際してイラストロゴも加えられることとなった。それが後の205系にも受け継げられている。日光への鉄道を計画したのは日光鉄道会社で日本鉄道が その計画を引き継いで建設した。1890年、明治23年6月に、宇都宮駅今市駅間が開通し、同年8月には、日光駅まで全通した。開業間もない1893年、明治26年には、日本を訪れたオーストリア皇室のフランツ・フェルディマンと、大公が、上野駅日光駅間の日本鉄道を利用して、日光を訪問しており、 その記録を寄港文として残している。1九百六年、明治三十九年には、鉄道国有法により、国有化され、その後1九百九年、明治四十二年の線路名称制定により、日光線とされた。当時、東京方面と、鹿沼日光方面を結ぶ路線として、上野駅日光駅間には、現、東北本線経由で、毎日後の緑往復の定期普通列車。 一等車連結が運行されていた。1929年、昭和4年には、距離的に有利な東武日光線、浅草駅東部日光駅間 135.5km が、開業、競合関係となり熾烈な遊客合戦が展開された。上野駅日光駅間は 146.6km と、距離が長く、宇都宮駅での折り返しが必要である国鉄は、 1956年昭和31年に上野駅日光駅間でキハ4万4800軽機動車による準急、日光の運転を開始し上野駅日光駅間の所要時間を約2時間に短縮したその後始発着駅を東京駅に延長さらに1959年昭和34年には全線を電化の上 日光型と呼ばれた特急並みの設備を持つ157軽電車を投入し、東京駅日光駅間の所要時間を2時間以内に短縮した。一時期は伊東駅と日光駅を東京駅経由で直通する準急、湘南日光が人気を博した。また同じ157軽電車を使用して、新宿駅日光駅間を結ぶ毎日運転の季節列車、中禅寺も運行され、 その場合運用で、日光駅黒磯駅間に、快速列車も運行されるなど、当時の日光線は、優等列車が多数運行されていた。東武鉄道は1960年、昭和35年2720系、デラックスロマンスカーを投入して、これに対抗、国鉄が157系電車を165系電車に置き換えたのが点となり、観光旅客輸送としては、 東部優勢のまま1982年、昭和57年の東北新幹線開業に伴って急行、日光が廃止、その後は上野駅発着便や黒磯駅発着便など、東北本線と直通運転していた普通列も削減され、最終的に JR 日光線と東北本線の直通運転は、県と宇都宮と鹿沼、今市日光方面を結ぶ。 地域輸送に特化されることとなり、使用車両も115系電車や165系電車といった、クロスシートメインの運用から、全車ロングシートの通勤系1 0系電車に切り替えられた競争については、誘導列車遠隔も参照。また、沿線の宇都宮市日南、宇都宮駅鶴田駅間には、日本の機動車メーカーの一つであった富士重工業、現、 スバルの宇都宮製作所がある。機動車をはじめ日本国内外向けの多様な車両が製作され、鶴田駅からユーザーに発送されていたが、富士重工業の鉄道車両事業からの撤退に伴い、2002年、平成14年に鉄道車両輸送は廃止され、JR 東日本各駅の乗車人員より楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。